この日弁護側は前日の清瀬弁護人の抗弁打ち切りにひるむことなく、さらにアメリカ人弁護人による補足動議を準備していた。Tribunal, please. This supplemental plea to the jurisdiction, the motion to dismiss, has been signed by the five American counsel who have filed appearances for individual defendants. ファーネスは主張する。真に公正な裁判を行うのならば、戦争に関係のない中立国の代表によって行われるべきで、勝者による敗者の裁判は決して公正ではありえないと。続いて発言台に立ったのはブレイクニー弁護人である。ブレイクニーはまず戦争は犯罪ではないという。なぜか。Of the entire body of international law on the subject of war is evidence of the legality of war. And the body of law on how war shall be commenced, notified, waged, and ended is meaningless if law is per se illegal. 国際法は国家利益の追求のために行う戦争をこれまで非合法とみなしたことはないと。ブレイクニーは言う。歴史を振り返ってみても、戦争の計画遂行が法廷において犯罪として裁かれた試しは一つもない。我々はこの裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負を承知している。しかしそういう試みこそが新しくより高い法の実現を妨げるのではないか。平和に対する罪と名付けられた訴因は故に全て当法廷により却下されねばならない。ついでブレイクニーは言う。国家の行為である戦争の個人責任を問うことは法律的に誤りである。なぜならば国際法は国家に対して適用されるものであり個人に対してではない。個人による戦争行為という新しい犯罪をこの法廷が裁くのは誤りである。彼の論議はさらに続く。この下りは現在日本で発行されている速記録には以下通訳なしとして印刷されていない。ブレイクニーの論法は必ずしも原爆という新兵器の非人道性を正面から攻撃するものではなかった。しかし昭和21年5月という時期、占領下の日本において原爆問題に触れることだけでも
連合国代表によって構成される法廷を刺激したに違いない。極東軍事裁判の被告には英米法に精通したアメリカ人弁護士の協力が必要であるという要請は日本側から出され、マッカーサーが25名の派遣を承認したものであった。果たして昨日までの敵国人である被告のためにアメリカ人が心から弁護できるものかどうか、ただ裁判の公正を装う見せかけに過ぎないのではないか、そうした危惧と不信を抱いた被告弁護人も多かったという。しかしこの日ファーネス・ブレイクニーの弁論は法廷の日本人を驚かせた。アメリカ人弁護人は日本人弁護人同様に、いやそれ以上に法の公正を要求し、この裁判の欠陥をついてやまなかった。しかし日米弁護人の裁判管轄権に対する真正面からの異議に対し、ウェッブ裁判長は5月17日、言葉少なに却下を申し渡した。理由は将来宣告するとして明らかにされず、休廷となった。こうしてこの裁判の成立に関する大きな疑問は解かれることなく終わった。裁判は有無を言わさず成立したのである。